木礎街道69時妻子考察場からの長望妻子軸は中仙道42番目の宿場で現在は長野県木曽郡奈町。乱川東岸に位置する。現代においては隣接する馬米軸と馬米峠を越える旧中仙道史跡と合わせて木祖路を代表する観光名所として外国人を含めて訪れる旅行者が多い。妻子軸は中仙道と 飯田街道の追い分けに位置する交通の要衝であった。天保14年の中仙道宿村大外町によれば、妻ご塾の宿内屋数は31件、内本陣1件、脇本陣1件、旗子31件で、宿内人口は418人であった。1960年代に深刻となった長野県の過疎問題の対策として、開発事業としての保存事業が、 基本方針となった。1968年から1970年にかけて明治100年記念事業の一環として照らした地区の26個が解体修復された。その後、観光客が増え始めたことから観光関連施設の整備が行われるようになり、保存事業を制度面から後押しするために1973年に当時としては例の少ない 町独自の町並み保存条例である、つまご保存条例が制定された。経済成長に伴い全国の伝統的な町並みが姿を消してゆく中、いち早く地域を挙げて、景観保全活動に取り組んだことが評価され、1976年、国の重要伝統的建造物群保存地区の最初の選定地の一つに選ばれた。他の保存地区と異なり、 周辺の農地など宿場を支えた環境全体を保存するため、国有林を含めた広範囲が指定されている。まごめ塾までの史跡、見所祭事まごめ塾との間には、大妻ごめの愛の宿があり、宿泊が可能であった。現在でも民宿があり、昔ながらの民家に宿泊ができる。ありがとうございます。